今ようやっと3つある畑のうち、うちっつうか全部か、全部畑の中にあるものは収穫し終わって、冬じまいもしてしまって、今家の倉庫の中で作業しているっていう状況。で、今やってる仕事っていうのが、ここにあるんだけれども、これになります。小豆。これ小豆なんだよ、小豆。小豆のさやね。うん。結構あるんだけどもさ。うん。これで、一山、今これ二山あるんだけども、上の方にもね、コンテナに入って種用のものがあるんだけども、これで30、40山ぐらいあったかな。うん、ひたすら脱穀して、畑の現地で取って脱穀、取って脱穀。あ、時間がない、間に合わないから、ただ取って積んで持ってきて、ここに置いといてっていう感じで、今ここでこれを使って脱穀してます。小型脱穀機。これの使い方は、まず、ってやるとカチッてなるから、もう少しかな、カチッてなるからコンってなったら足で踏んで動き出す、これ動き出す、そうしたらさやを取って、っていう感じだね。よいしょ。止めとかないとうるせえから。んで、こういう風にブルーシートでくるんであるんだけども、外すよ。磁石で止めてるんだ。よいしょ。ね、こうすれば、ね、ここに溜まってくれるんで、あれをね、鞘を持って、よいしょ、持ってみるか。よいしょ。サヤ1個ください。よいしょ、いいサヤ、これだ、クリーが立たるな。これをね、例えばさ、まあ飛び散るんだよ、これがさ、ここでこれでもね、叩けばさ、叩けば取れるのよね、ほら取れてるでしょ。だけどこれでやってるとさ、飛び散りすぎて収拾つかない、あと手間かかる、時間かかるね。これも弾けてないものあるから、結局手作業でこう上げなきゃいけない。で、ついたまま、枝じゃないな、幹でもないけども、まあ、それについたままだと、こういう風に手作業でやるのも大変なのよ。これから、ね、外れた状態。こういう状態になってて、で、この中で弾けてないやつだけ持ってって、っていうかね、この殻だけ持っていって、弾けてないやつ、どれだ。やつを手作業で割る。そした後、この、豆をね、一個一個見て、ほら、黒っぽい虫食ったやつとかもあるんで、を選別するっていう作業をひたすら冬やります。大変よ。大変よ、結構。根気がいる作業。まあ、選別するところはね、家の中でこたつに入りながら、ストーブに当たりながら、テレビを見ながら、YouTube を見ながらやってればいいから、結構楽なんだけどもね。楽っていうか、体は疲れない。うん。けれども、やっぱこれがあるおかげでそういう風にできる。一気に脱穀して、段ボールに持ってって、家の中に持って行って、選別すればいいから、これのおかげですごい、豆は助かってる。大豆とか黒豆とかね、まあ、黒豆も大豆なんだけども、豆類は全部これで脱穀できる。米もできるけど、俺は米やってないから、豆専用なんだけども。で、ちなみにこの値段。この小型脱穀機、足踏みの脱穀機、これで、なんぼだ、5万円弱、約5万します。電動のもあるのよ。ね、コンセント、ここにコンセントあるんだけど、繋いでやれば、勝手に動いてやり、もっとね、ラグなんだけども、いくらすると思う？ 10 万円するんだよ。倍になるんだよ、モーターつくとね。うん、だからこれでいいなと思って、で、足踏み脱穀機買ったの。で、これでよかったなって。まあ、バカにされるんだけどね、足踏み脱穀機でやってるって言うとさ、ね、そんなのってね、バカにされるんだけども、だけどこれの利点は、やはり、まあ、安いってこともあるけれども、軽いし、どこでも使える。で、これを軽トラに積んで、畑に行って、畑で収穫して、その場で脱穀して、で、持ってくるっていうこともできるんで、ね、すごく楽。何が楽かっていうと、この殻あるじゃん。殻類。まあ、鞘、この鞘部分は
まあ家に持ってくるんだけど、一緒にね、弾けてない可能性もあるから、このついてる枝部分、枝でもないんだけど、なんて言えばいいんだろうね。この部分あるじゃん。この幹になってる部分。木で言うと幹になってる部分。ね。あ、そう、そこに試しに打刻したやつなんだけど、こういうところを畑に置いてこれるから、この処理に困らない。ね。家でやると、この処理を家でしなきゃダメなの。そんなに大きくない畑。で、それがね、今、山になってるんだけど。ね。よいしょ。あ、これ鉄くずね。で、これがね、山になってて、ものすごい量なんだよ。よいしょ。いいね。よいしょ。っていう感じで、これはまあ後で堆肥するんだけども、その堆肥作るのも動画にしようかなと思ってる、うん、まあ寒いから戻ろう。まあ寒い。今日なんか朝5時頃で気温が3度とかだったから、今お日様出てるから結構暖かいんだけども、やっぱちょっと寒い。まだ8時過ぎたところだから寒いです。で、よいしょ。その処理がね、これが30山も40山もあると、やっぱり処理困るわけよ。この畑に、庭の畑に持ってきてしまうと、どこにもやりきれなくなっちゃうから、いくらかは、本舗って本当の畑、圃場、ね、栽培したところの畑で置いてきて、土に返すっていうことをして、でもそれでも間に合わないときは家に持ってきて、家の中で、庭の畑で堆肥化するっていうことをしています。ね、まあ、それさっきも喋ったけども、それも、一つ動画にしていようかなって思っています。まあ、これでよかったよ、本当に。どこでもできる、軽い、持っていける。そのおかげで仕事がはかどる。っていうことが起きてるんで、やはりね、これでよかった。お金出してさ、もう少しいいやつ買おうかなと思ったんだけども、これでよかったよ、本当に。っていうことを今作業でやっています。のんびりのんびりね。もう少しすればこの中で小豆がなくなってしまえば、ここで他の仕事もできるんで、今はとりあえずこれを一生懸命処理してるっていう状況になりますね。まあ、もう少しこれ頑張ってやってみようかなと思いますんで、まあ、そうそうね、YouTube 最近動画更新できてなかったけども、ぼちぼち更新していこうかなと思ってるんで、なんかやたらね、いろいろ忙しくて、ゴミの仕事の応援、まあ、お師匠さんのね、ところで、やっぱ人手がちょっと足りない、忙しいっていうことで、ね、いろいろ教えてもらってお世話になってね、俺も本当にお世話になったから、そこはやっぱりね、応援がね、甘いなと思って行ってきたけども、やっぱり自分の仕事もちょっと溜まってきてたから、それやるのに、消化するのにも忙しくて、なかなか動画出せなかったんだけども、これからやっぱちょっとずつ動画出していこうかなと思うんで、自分の知ってる範囲でね、動画どんどん出して、当然さっき喋った堆肥の作り方、もう雪降ればその先あった場所はね、2メートル、雪、うちの雪捨て場になっちゃうから2メートルぐらい雪溜まるんで、その下で雪を、堆肥を作ってみようかなと思って、その仕込みのね、動画、そして春になったらそれどうなってるかなとかさ、あとは土作りっていうのはな、どうやってやってられるのかっていうこと、俺の考え方ね、あくまでね、やはり化学肥料とか使わないから、その辺どうなっていくか、どうなってやっていくかっていうこともね、含めて、考えていきたいなって、お話ししていければなと思ってるんで、今後ともよろしくお願いできればなと思っていますんで、今日はこんなところで終わりたいと思います。